皆さん、こんにちは。今日はいつもとは違うアングルです。今日は1ヶ月で30本を投稿できたらキーボードを買ってくれるとパパが言っていて、無事達成できたのでキーボードを買いました。なのでこの紹介をしてみようと思います。ちなみにマウスも買ってみたので紹介します。この周りに散らばってる風船はなんか膨らましてみたかったので膨らまして遊びました。今回買ったキーボード、マウスは概要欄にもリンクが貼ってあるので、そこから飛んでみてください。結構、箱が大きかったので、中身のものが大きいのかと思って開けてみたら何とも言えない大きさをしてました。キーボードは有線で、マウスは無線です。買ったキーボードは約6000円するキーボードです。軸は赤軸です。なんか茶軸とか青軸とかがあるそうなんですが、そこらあたりはよくわからなかったので調べていい方を買いました。持った時は思ったよりも重かったです。次はマウスです。マウスはセールで少し安くなっていて、形も気に入ったので買ってみました。マウスは無線なので USB に挿して使います。このマウスは電池じゃなくって充電式でした。音も静かで良かったです。セットしたらこんな感じになります。ちなみに今日の壁紙は私が上位に好きな映画です。電気を消してみます。こんな感じに光ります。キーボードもすごく押しやすいです。ここからは ASMR をやってみました。